私は豊かさの獲得のために暴力の保有が必要であると考えている。国家が暴力を健全に保有するためには、皆さんが暴力を知らなければならない。そのことがニューエコノミーの時代で皆さんの豊かさを生み出す第一歩だと私は確信している。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は猫組長さんが書かれた黒い経済白書という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。現在の世界経済の動きを知りたい、暴力の本当の意味と効果を知りたい、そんな方におすすめの本です。暴力というと怖いもの、触れてはいけないものというイメージが強いと思います。しかし本書ではこの暴力が必要であるというような主張がされます。ただここで勘違いしないでいただきたいのが、今回本書で必要だと言っている暴力というのは、国家が公共の福祉のために行うものだということです。例えばコロナ禍で行われた緊急事態宣言も国民の自由を縛る暴力の一種だったというようなことです。そしてこのような暴力を理解することが、これからの世界で私たちが豊かに生きていくための鍵だと本書の著者は言っています。それでは早速紹介していきます。というわけでいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、日本人は暴力に関して無知である。国家の主権を持つ私たち国民はもっと暴力について理解する必要がある。というわけでこの動画では、1、アフターコロナの影響、2、日本の課題という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、アフターコロナの影響。この章ではアフターコロナの影響というテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、社会の支柱を破壊したコロナ、コロナという暴力には暴力でしか対応できない、暴力に対する認識を妨げるメディアという3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、社会の支柱を破壊したコロナ。コロナは社会の支柱を破壊してしまいました。多くの企業がコロナ倒産し、飲食店に関しては全国で実に4万5000店以上が閉鎖しているそうです。経済活動を破壊した新型コロナウイルスですが、実は破壊したのは経済だけではないと著者は言います。それまで当たり前だった通勤通学は、むしろ通勤通学しないことの方が前提となりました。自宅での滞在時間が伸びたことで家族の関係も変わったでしょう。帰って寝るだけのベッドホームから、多くの人がステイホームとなったことで、狭い都市部の住宅から比較的広い郊外の住宅への転居を求める人も多くなったといいます。また地下経済では、他人との直接接触を必要とするキャバクラや風俗など、女性関連のビジネス規模は縮小を余儀なくされました。押し込まれた欲求を接触せずに満たそうという人の欲が噴出した結果、オンライン型の地下カジノが伸びるというようなことも起こっているそうです。これらのことを考えて、コロナ禍を通じてそれ以前の社会的ノーマルがアブノーマルになったことは明らかです。逆にこのニューノーマルが今のノーマルとして固定化されつつあります。つまりコロナ禍は経済的な打撃だけではなく、価値観を転換する地殻変動を随所で起こしたということです。新型コロナウイルスは人の健康を破壊しているだけではありません。コロナ禍の問題の本質は、コロナが社会構造を破壊していることなのだと著者は言います。近代国家では市民が生命、財産、人権などの権利、自然権を持っています。市民と国家は、市民は国家に税を支払う代わりに、国家は市民の自然権を防衛するという契約関係にあります。市民全体の自然権を脅かし続けている新型コロナウイルスは、近代国家が当たり前に持っていた社会契約を保護にしているということになってしまいます。テロや革命を思い浮かべてください。これらの民意とは無関係に社会構造を破壊する力こそが暴力です。暴力団が忌み嫌われているのも、自らの利益のために暴力を使って市民の自然権を毀損するからです。すなわちコロナとは、近代国家と市民の間に結ばれた契約という社会システムの原点を破壊する暴力ということになります。では続いて2つ目のポイント、コロナという暴力には暴力でしか対応できない。コロナ禍は人間社会の根底を支える信用を持続的に破壊させる暴力です。そうした暴力に対抗できるのは暴力でしかない、そう著者は言います。原始時代からずっと人間が社会を形成した瞬間に、暴力への対抗手段は暴力でしかなかったのが現実なんです。第二次世界大戦はドイツ、日本、イタリアの暴力にアメリカを中心とする連合軍が暴力で対抗しました。戦後の冷戦構造では、外交という対話が国際問題解決の手段だと思われています。しかしその対話はただの言葉のゲームではありません。人類を滅ぼしてしまうほどの量の核兵器を手にしながらの暴力的な対話だったんです。結局のところ、暴力対暴力の構図から逃れられていないんです。実際に2021年5月24日、国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏が WHO 年次総会の冒頭演説で、世界が新型コロナウイルスと戦争状態にあるとして、
戦時の倫理をもって対処するようにと呼びかけています。事実、暴力を行使した国はコロナ禍の初期段階で封じ込めに成功しているんです。近代国家では移動や飲食など自由の権利が保障されています。ワクチンを打つかどうかも本来は自由です。しかし例えばイスラエルでは接種者のみに移動を許可する穏やかな私権制限を行使することで世界で一番早く国民のほぼ全員にワクチンを供給することに成功しました。このように自由を制限することもまた暴力です。これがコロナという暴力に対し暴力で対抗した一例です。日本でも感染拡大防止のために政府による緊急事態宣言が発動されました。多くの飲食店が営業の自由を制限されたことを考えると、これもやはり一種の国家暴力だったと言えます。では続いて3つ目のポイント、暴力に対する認識を妨げるメディア。著者は暴力について3つの条件が揃っている必要があると言います。それは、暴力の行使主体は国家でなければならない、行使の目的は公共の福祉でなければならない、国家暴力はコントロールされなければならないという3つの条件です。暴力行使の主体は国家ですが、民主主義において国家をコントロールするのは他でもない私たち有権者だということを忘れてはいけません。ですので結局は私たちが国家暴力をコントロールする必要があるんです。ところが戦前への反省や敗戦後の教育もあって、日本人は暴力に強烈なアレルギーを持っています。暴力行使どころか暴力保有に対してさえも無自覚に反対をします。著者はこの状態を非常に深刻に見ているそうです。暴力に対する認識を改めなければ国家暴力の暴走を許すリスクが高まるからです。そして暴走を抑止するために絶対に必要なのが言論の自由です。しかしこの言論の自由がむしろ暴力の時代に絶対に必要な暴力に対する認識を妨げている事例があると著者は言います。それは言論の自由を行使するメディアが商業主義的になってしまっているためです。一例を紹介します。デルタ株の蔓延前、政府はワクチンの早期接種を目指して自衛隊による大規模接種センターを設置し、都では2021年5月17日から予約が開始されました。ところが同日、この予約システムに不備があることを朝日新聞出版、毎日新聞、日経クロステックなんかが報じたんです。ワクチン接種は各市町村でも行われています。そのため市町村は対象となる65歳以上の高齢者に番号付きで接種券を送付しました。大規模接種センターの予約では二重接種を避けるために送付された接種券番号の入力が必要となっています。報じられたのはこの二重接種防止システムに不備がある点でした。架空の番号を入力しても予約が取れてしまうという不備があったんです。ここで問題となったのはその取材手法でした。検証と称して記者など実際に人間を使って予約を取ったんです。ここで考えるべきことはこの報道が誰の得になるのかという点です。報道の翌18日、時事通信は7月末までの全高齢者接種を目的に防衛省側が不備を知りながら速度を優先したことを報じました。また同日、報道を受けた当時の防衛大臣岸信夫氏は、虚偽予約を防ぐシステムを短時間で実現するのは困難だった、防衛省が国民の個人情報を把握するのは適切ではないと判断したと説明しています。政府側が自発的に不備を公開すれば不正利用を促進することとなります。また防衛省の個人情報取得は実行不能になるほどの厳しい世論をメディアから突きつけられるリスクがありました。つまり公共の福祉のためを思って性善説によって不備があることは知りつつ大規模接種予約がスタートしたということだったんです。そしてもう一つ考えるべきことはジャーナリズムのあり方です。5月18日、岸信夫氏は一連の取材活動を悪質な行為としました。これに対してジャーナリズムへの圧力という声が上がったんです。ジャーナリズムという言葉を聞くと清廉潔白、社会を検証する好機というイメージを持つ人も多いでしょう。しかしジャーナリズムの根底には部数、閲覧数といったような生々しいコマーシャリズム、すなわち商業主義があるんです。とにかく閲覧されれば収益になるということです。 YouTube も同じような収益構造であり、この閲覧さえしてもらえればいいということを逆手に取ったのが迷惑系 YouTuber です。こうした収益構造から考えれば、不備をあえて検証した行動は迷惑系 YouTuber が閲覧数を上げる手法と同じだと思われても仕方ないと著者は言います。言論の自由を使い公共の福祉を害する行為をメディアはしているというわけです。はい、ではここまでで一章の内容をまとめます。この章ではアフターコロナの影響というテーマについて、社会の支柱を破壊したコロナ、コロナという暴力には暴力でしか対応できない、暴力に対する認識を妨げるメディアという3つのポイントを解説しました。では続いて2、日本の課題。この章では日本の課題というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。戦争が出口のスキルを育む、出口を作れない国日本という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、
戦争が出口のスキルを育む。暴力とマネタイズを効率よく組み合わせて世界一の経済大国として成長し続けているのがアメリカです。アメリカでは以前、マイクロソフトが Windows によって世界の OS を寡占するということが起きました。そこでアメリカ政府は独占禁止法の適用という暴力を用いてマイクロソフトの一部事業を萎縮させました。この時、暴力とセットで用意しておくのが出口です。実はこのマイクロソフト萎縮の出口で勢いを増してきたのが GAFA だったんです。また近年、規制の外側で猛威を振るっていた暗号資産も金融商品に組み込むという出口によって市場の支配下に置こうとしています。そしてまた戦争という暴力についても必ず出口は必要です。戦争は憎悪による暴力行為ではありません。相手の領土、領海や経済圏などを暴力によって奪い取る経済活動です。暴力が単に破壊活動だけに向かえば得るべき利益まで破壊してしまいます。ですので相手の国を完全に破壊することはナンセンスです。最小限の破壊で最大限の利益を得ることこそ戦争という経済行為の最大の目的です。戦争は常に出口を作りながら行わなければ経済活動として成立しません。だからこそ破壊しかもたらさない暴力行為はテロと呼ばれ、戦争とは区別されています。世界で一番戦争をしているアメリカは世界で一番出口を作るスキルが高いんです。では続いて2つ目のポイント、出口を作れない国日本。それに対して日本は出口が作れない国になってしまっていると言います。最近行われた最も顕著な出口なしの愚策と著者が言うのが、環境大臣を務めていた小泉進次郎氏が2020年7月から行ったレジ袋有料化です。この政策は事実上のレジ袋撤廃です。すなわちレジ袋を生産、輸入、廃棄するなどのそういった産業を縮小化させる効果しかもたらさないということになります。つまり先ほど説明したような出口がありません。もしレジ袋を撤廃するのであれば、例えば環境負荷を与えないレジ袋開発への投資をするというような出口を作らなければ経済効果はマイナスにしかなりません。他の出口の作り方として、イーロン・マスク氏は二酸化炭素回収市場創造のために炭素税の創設を提案しています。レジ袋を単に有料化するのではなく炭素税として徴収します。そのマネーを炭素回収市場の開発に回せるというような構造を作れば経済効果が成立するというわけです。あるいは廃棄しても分解でき、コストも安いビニール生産の開発に投資すれば日本は一段抜け出せるでしょう。ところが小泉進次郎氏は2020年7月29日放送のプライムニュースで、レジ袋有料化の理由を、なぜプラスチック素材が世界中の問題となって取り組まれているのか、そこに問題意識を持って一人一人が始められる行動につなげてもらいたいと力説しました。これでは出口になってはいません。当たり前ですが、意識は何の経済効果にもならないからです。先ほど最小限の破壊で最大限の利益を得ることが戦争という経済活動の最大の目的であると話をしました。利益のない単なる破壊はテロであるという話もしました。そこから考えると、小泉氏のレジ袋は環境テロと呼ぶべきではないか、経済効果を伴わない制度変更は破壊しかもたらさないテロと同様なのだから、というのが著者の厳しい指摘です。かつての日本は出口を作る国でした。例えば軽自動車を国民車とした構想は、自動車の開発技術をダウンサイジングに向ける出口になりました。ダウンサイジング技術を発達させたおかげで、オイルショック時にガソリンエンジンの高効率化やボディの軽量化を実現しました。半導体開発においては日本産業の中枢を担うものにするという出口を作り、官民挙げて世界一のシェアを奪うまで成長させました。これらの出口の効果が高度経済成長期からの持続的成長だったんです。昔の日本に出口が生まれていた理由は、戦争という暴力のるつぼを直接体験した世代が多かったからだと著者は考えているそうです。アメリカによる資産凍結や石油の禁輸によって日本は戦争に出口を求めました。連合国軍という強大な暴力にさらされる経験をした世代は出口の重要性を理解していただろうというわけです。戦後は日米安全保障条約を結んだことで、日本は暴力の大部分を米軍に委ね、暴力経験世代も少なくなってきました。暴力から距離を置いた日本の政治が出口を作れなくなるのは当然です。しかも有権者である日本人は高等教育を受け、たとえ出口などなくとも文句を言いません。しかし著者は豊かさの獲得のために暴力の保有が必要であると考えています。そして国家が暴力を健全に保有するためには、まず国家の主権を持つ私たちが暴力について知る必要があると言います。このことがニューエコノミー時代で私たちの豊かさを生み出す第一歩になるんだと著者は言います。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. アフターコロナの影響。社会の支柱を破壊したコロナ。コロナという暴力には暴力でしか対応できない。暴力に対する認識を妨げるメディアという3つのポイントについて解説しました。
2、日本の課題。戦争が出口のスキルを育む。出口を作れない国日本という2つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、黒い経済白書についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画でもっと経済と暴力のことについて知りたいと思った方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。